頸椎もう下半身不随ギリギリでした。2本バッチリ折れてますゲレンデの上の方から子供用の浮き輪に乗りまして、はいはい、飛ぶと。アングル変えれるかもしれないんで2回飛べればもうすぐ東京帰りましょうみたいな。アングル変えるカメラ用意しとけよ後頭部からこの硬いところにグニャーンって言ってるのが映ってるんですよ。オンエアされたってことですか？はい、体中がもう言うこと聞かないぐらい痛いんですよ。レスキュー隊っつってその後に病院行ったんですよ。湿布だけ3枚貼って帰ったんですけど10日後ぐらいにスタジオ収録があって念のために東京の大きな病院行ってもらっていいですか今更何やってんだって言われて下半身不随ギリギリでした。2本バッチリ折れてます